岡県と県の災害ボランティア連絡会が運行する無料送迎バスは、今朝15人のボランティアを乗せ、JR 博多駅を出発しました。久留米市に到着したボランティアは、被害が特に大きかった田主丸地区で、家屋や敷地内に残されている土砂などの撤去作業に当たりました。県がこう取りまとめて送迎までしてくれたら非常に参加しやすいなと思います。ボランティアさんたちが一生懸命ね、この作業してくださる姿を見て、諦められない、なんとかなるっていう気持ちに、はい、させていただきました。県などの無料送迎バスは、先月の記録的な大雨の被災地で、平日を中心にボランティアが不足していることを受け始めたものです。無料送迎バスは今月22日と29日の火曜日にも運行されますが、すでに15人の定員に達したため、募集は終了したということです。